より良い紙面を作るためにも、昔のバイクのことをもっと知りたいバイク人編集部伊豆谷。そんな伊豆谷に昭和を駆け抜けた元 GP ライダーのネモケンが直々レクチャー。走る実験室と呼ばれ、その技術力を世界に轟かせたホンダはどのようなチャレンジをしてきたのか。今週はホンダのレーサー開発についてお届けします。でレースは、まあ、ホンダは例えば営業利益の中の 20% とか 10% とかすごい金額を開発に絶対に使います。レースの開発ですか、まあ、新しいもの、うん、とにかく新しいもの、新しいものを作っていこう。でレースもだから当然ながら4気筒よりも6気筒にするとなんで速くなるのかっていうと、ね、ピストンがちっちゃくなって回転が上がってくるとこう多くするのにどんどん慣性力が邪魔になってくる、うん、だったらちっちゃくするとそれぞれがちっちゃい排気量は合計だから、はいはい、250を、うん、割ってっちゃうね、はい、6気筒です、はい、そうすると今まで1万8000とか1万6000で回ってたのが2万回転回るんだ。そうするとエンジンは1回何馬力というのは1分間に何回出せますかっていうのがエンジンのパワーだから、はいはい、回転が上がれば上がるほど馬力出てるんだよね。高回転を生み出すためにエンジンを多気筒化するなど技術革新を繰り返してきたホンダ。走る実験室という標語を実現すべくホンダは開発の手を止めることはなかったのです。毎年エンジンが違うんだね。毎年エンジンが違っていて、しかもそれまで4気筒だったらシーズンの途中でヤマハに負けそうになったらいきなり翌年用に開発してた6気筒を持ってきていきなり途中から出す。ありなんですか、そんなの。関係ないですよ、ね、だそういうのが本当に日本のメーカーのエネルギーだったし、途中でやるもう切り替えるから何でもない、うん、リスクあった当たり前だろうっていう、うん、変わったよ。すごいですね、うん、その時代。より強力なエンジンを開発したチームが優勝する、それが当時の勝利の方程式でした。しかし60年代後半あたりからその方程式が崩れ始めてきたのです。ちょうどこの60年代のグランプリバイクの最後の頃にマイク・ヘイロードっていうすごい有名な人がいて、はい、でまあこの辺の世代が最後にみんなちょっと膝が開いてた。あまだで膝を時々触ることもあったんだけど、うん、今みたいなその腰を落として乗ってるわけじゃない、ちょっと腰がずれるようになってきた、うん、でその後に僕らがヨーロッパ行く頃70年代の前半ぐらいからコーナリングの時に、今までだったらコーナリング中に、まあ、カーブの最中に加速を始めるけど、本当に加速はコアブの立ち上がりのところだったのが、うん、曲がってる一番深く寝てる時からパワーをかけるように変わってきた。はーというところから何が変わったかっていうと、タイヤがどんどん太くなってきた、うん、カーブが大事だ、直線も大事だけど、うん、でもカーブ、直線も大事だけどでもカーブにどん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 なってったのね。以前はストレートが一番速いチームが勝負を制するというのが一般的でしたが、60年代後半から次第にコーナリングが勝敗を分けるというレース展開に変化していったのです。その流れは当然レーサーの開発にも影響しました。どうやったらそのコーナーをライダーが早く抜けられるようにバイクがその用意をさせてあげられるかっていう、そのバイクの乗りやすさ、だから乗りやすいって言ったら甘い目に感じるかもしれないけど、何でもできるバイクにしてあげることが一番大事だね。でもっと言うと、そうプロの元 GP のライダーだって怖かったら速く走れないんだよ、うんうん、怖くないから安心できる、この先行ってもバイクがグーッとくるんだけど、それでも最後は転ばない、こいつは大丈夫だと思うから、うん、むしろそれを使ってビューワーっていくわけだよね。バイクが信用できるものだからって、そうさらにもっともっと積極的に乗るでしょ、うん、っていう。で信用できるって何かっていうと、特性が変化しないこと。扱いづらいジャジャ馬のようなエンジンから安心して走れるエンジンへ。ライダーだけがマシンに歩み寄るのではなく、マシンの方からもライダーに歩み寄る方向へ開発のスタンスは変化していったのです。機械と人間が一体になる、それこそがレーサー開発の大きなテーマとなっていったのです。走る実験室という意味でいうと、もうちょっと面白いバイクもいろいろこのホンダのプロセスの中にあるんで、うん、ちょっとね、うん、ホンダのエンジンの変遷っていうのをちょっと歴史を、はい、はい、お願いします。